ラジアントヒストリア、パーフェクトクロノロジラジアントヒストリア、パーフェクトクロノロジあなたやロッシュを見ていると、いつも無理をしていて心配になることがあります。たまには街でゆっくり過ごしてくださいね。ストック、さっきの返事は決まったか？ハイスの下で仕事を続けるか、それとも俺の部隊に入ってくれるのか。お前にはすまないが、俺はハイスの下で仕事を続ける。そうか、残念だが仕方ない。本音を言えば無理にでも引き入れたいくらいなんだが、これがお前の道だってんなら俺も男だ。もう何も言わん。頑張れよ。お前の帰り待ってるからな。いたぞ、ストック。どうした？何か言いたげだな。いや、何でもない。そうか、まあいい。では早速仕事の話に入ろう。今回の仕事だが、ある人物を拘束してほしい。病み上がりではあるが、お前なら簡単な仕事だろう。拘束か。それで、その人物とは？名前はブラッド。ノア様に異を唱える反乱分子の主犯格だ。反乱分子？依頼主はヒューゴ大将か。ノア様のご意志にて導く。それがこの国の政治だ。わしは立場上その問いに対する答えは持ち合わせていない。
しかし事実として我がアリステルはノア様への信心で成り立つ。これを妨げる者を国として認めるわけにはいかぬ。これが答えでは不満かな。いや構わない。ブラッドはどんな奴なんだ。姿形はつかめていないが行動は読めている。餌をまいたのか。反乱分子とはいえこの程度。聞くところではかのグランオルグ国にも同様のレジスタンスがあるという。そちらはかなり手を焼いているらしいが、その点こちら側はたやすい。すぐ餌に食いつく。それで俺はどこへ行けばいい。一番街の雑貨屋に行け。そこの店主はわしの使っている情報屋の一人でもある。奴からブラッドに関する最新の情報を手に入れ、適切に対応してくれ。殺さずに捕まえろということだな。くだらない連中とはいえ聞きたいことは山ほどあるからな。了解した。すぐに向かう。待て、これを渡しておこう。これは何だ。ブラッドはそれなりに腕が立つとの話だ。雑貨屋に立ち寄るついでにその金で準備をしておくといい。決して多くはないが、ないよりはマシだろう。ブラッドの最新情報をくれ。あとは俺が処理する。どんな背格好だ。なるほど、ローブの男だな。わかった。ありがとう。おっと。
ある人物を拘束してほしい。その人物については一番街の雑貨屋に行くといいだろう。店主がその人物について知っているはずだ。いらっしゃいませ。うん。ああ。うん。では。あんたがブラッドか。あんたを拘束する。無駄話はそこまでだ。俺には関係ないことだ。俺の任務はお前を捕らえるか、それだけだ。いい加減に口を閉じろ。負けられない。終わったな。はいはい、そこまで。言いたいことがあるなら取り調べ室で聞いてあげる。くそ、さすがだね、ストック。病み上がりとは思えない剣さばきだったよ。これなら今後の任務も問題ないね。お前たち、
万一のためのバックアップ、これが僕たちの仕事なんだって。それじゃハイス様の執務室で待ってるよ。ああ、わかった。ハイスの執務室だな。来たね、ストック。ハイス様が執務室でお待ちだよ。見事な手並みだったな。ところで、奴から聞き出した情報とは何だったんだ？一応お前にも話しておくか。奴らめ、軍の爆薬の強奪計画を立てているようなのだ。アルマ鉱山に届ける予定だったのだが、これを奪い破壊活動の足しにでもするつもりなのだろう。まあ相手は弱小の反乱分子だ。破壊活動などいくらでも事前に握りつぶせる。それより問題なのはアルマ鉱山に爆薬が届かないことだ。届くはずの爆薬が届かないとなると、いろいろと問題になるだろうな。そういうことだ。その爆薬の強奪計画を止めるのが俺の今度の仕事なのか？いや、これについてはすでに別の者に任せてある。お前にはもっと高度な任務を頼みたい。詳しく聞かせてくれ。率直に言おう。この任務は泥沼化しているグランオルグとの戦争に終止符を打つためのものだ。この重要な任務を任せられるのはストック。お前を置いて他にない。内容はひとまずはグランオルグに向かってもらう。それ以上はここでは言えん。状況は刻々と変化している。最終的な指令が決まり次第現地で通達することになるだろう。回りくどいようだが、この任務の難しさを表していると思ってくれ。わかった。まずはグランオルグ側に抜けるにあたって最新の情報を得るのだ。ラズビル丘陵で国境の連絡員に接触しろ。奴は現在アルマ鉱山で別の任務に当たっているが、終わり次第ラズビル丘陵に来る。向こう側に行くなら砂の砦を抜けるまでだ。特に情報が必要だとは思わないな。その砂の砦が敵に奪回されつつあると言ったらどうする？そうなのか。今さら言うことでもなかろう。あの場所は国境なのだ。奪い、奪われ、また奪う。同じことの繰り返しだよ。お前が現地に着く頃にはどうなっているか全くわからん。それで最新情報。合流場所はラズビル丘陵の橋の下だ。待っていれば向こうから接触してくる。わかった。それから、これは病室で会った時にも言ったが、今回もその二人を部下としてお前に預ける。三人で協力し、この困難な任務を達成してくれ。また一緒だね、ストック。今度も頑張ろう。ああ。それじゃあ私たちは城の外で待ってるね。ハイス様、
失礼します。ん、前回のような成果を期待しているぞ。ご期待に添えるように努力します。今回の任務でお前はこの大陸の真実を知るだろう。うん、大陸の真実、それを知るのも任務のうちなのか。そうではない。だが知っておいて決して損はしないはずだ。むしろ知っておいてよかったとそう思えるだろう。楽しみにしているといい。わしから伝えることは以上だ。用意ができ次第ラズビル丘陵の橋の下に向かえ。了解した。聞いたぜ、グランオルグに行くんだってな。今度ばかりはやばいんじゃねえのか。敵の本拠地だぞ。それは分かっている。いや、どうだかな。敵の顔ぶれを考えてもみろ。女王プロテアの側近でグランオルグを支えていると言われているあの二人、ディアスとセルバンか。グランオルグ軍切手の行動派として知られる宮廷騎士ディアスと、奴を背後から支え議会を握っている知性派セルバン伯爵、ついでにディアスの右腕と言われる死神パロミデスも嫌がる。グランオルグに行くってのはこの連中の懐に飛び込むってことだ。死ぬ気でなけりゃできるもんじゃないぜ。連中と戦うと決まったわけじゃない。だが戦わないとも言い切れないだろう。もしそうなったらいくらお前でも。俺はいつも危険な任務をこなしてきた。だが死ぬつもりでやったことは一度もない。捨て駒にならないと約束できるのか。なあストック、いつまでハイスの元にいるつもりなんだ。奴の考えはわからねえ。軍ともしばしば揉めてるみたいだしな。心配なんだよ。お前が奴に利用されてるんじゃないかって。悪いことは言わん。軍に戻ってこいよ。前みたいに一緒にやろうぜ。俺がハイスに利用されていたとして、その判断をするのは俺自身だ。お前じゃない。それに軍も情報部も同じだ。アリステルのために俺は与えられた仕事をする。それだけだ。行き先が七でもか。ロシュ、どうしてそんなにこだわる。お前だって軍人ならわかるはずだ。ああ、わかってるさ。だがな、この前のラズビル丘陵の任務でお前は死にかけただろう。お前に死の気配を感じた俺の勘が危うく的中するところだった。次は本当に的中するかもしれないぜ。くそ、これだけ言ってるのに。やめましょう、ロッシュ。ソニアか。悪いが口を挟むな。これは俺とこいつとの。あなたが一方的に心配を押し付けている。私にはそう見えますよ。チッ、お前はいちいち言いたいところを突きやがる。私だって本当はストックが心配だけれど、
話はまだ終わった。心配してくれることには本当に感謝する。だが俺は死にに行くつもりはない。この国に必要なことをやりに行くだけだ。うまいこと言ったつもりかよ。その言葉信じるからな。ああ。まったく、なんだってこんな因果な商売やってるんだろうな。そういう風にしか生きられないのよ。あなたも彼もね。戻ってきましたね、ストック。あなたは友人とは異なる道を選びました。でも彼とあなたの道はまたどこかで結ばれる。私はそんな気がします。さあ、白紙録に新しい章を加えましょう。念のためこれまでの行動を記録しておくかい？見つけた。間違いない、この古代の魔力の感じ。うん、丸。あの、少し話してもよろしいですか？話をする前に、あんたはどこの誰なの？そうそう、まずは自分が名乗らないと罰よね。はじめまして、私はネメシア。このバンクール大陸の歴史を研究してるの。主に滅んでしまった古代帝国についてね。歴史の研究、ネメシア。その歴史学者が俺に何の用だ？うん、あなた今古代魔法を使ってたよね。古代魔法？気のせいじゃないのか？その答えは罰。そんなこと言ったって私には分かっちゃうんだから。言ったでしょ、私は古代帝国のことを調べてるんだって。
実は過去に栄えた帝国が残した魔導の遺物を持ってるんじゃない？どう？丸でしょ？悪いが答えることはできない。でもその言い方は持ってるってことじゃない？他の人には言わないから安心して。そんなものは持っていないと言っているだろう。うん、なかなか頑固ね。罰か。残念だけど今日のところはここまでね。でもこれだけは覚えていて、古代帝国の遺物を持つあなたはこれから大きな歴史の流れに飲まれると思う。きっとまたどこかで会うことになると思う。その時はまたよろしくね。遅かったじゃない。ハイス様に何か言われてたの？いや、大した話じゃない。あ、マルコは店の中ね。なんかね、いろいろ準備があるみたいよ。お前はいいのか？もう、ここであんたを待ってたんじゃないの。私まで店にいたらストックが迷うかなって思ってさ。そう、面倒をかけたな。別に面倒なんかじゃないけど。もう、ごめん、待ったかな。マル、どうしたの？そんなにびっくりしてさ。ところでストック、グランオルグへはすぐ出発する？装備を整えるなら今のうちだよ。準備はできてる？アリステルを出たらしばらく買い物はできないからね。そうだな、考えておこう。助ける？うん、うん、
あんたが学者か。子供たちに頼まれてあんたを手伝うと約束した。いや構わない。それより話を聞いてみなければ手伝えるかどうかもわからないからな。なぜ困っているんだ。そうだな。育て方を調べればいいんだな。何か手がかりはないのか。わかった。行くことがあったらついでに聞いてこよう。おお。いや、もう。おい、